え大野さん、えー、今回アンケート、ご協力ありがとうございます。はい。えー <laughs>、はい、いやでも、ね、意外でしたね。印刷会社勤めてたんですね。えー、まあ,あの、の多分大野さんは、まあ、いろんなジャンル、まあ、もちろん、ブックメーカーの、まあ、ブックメーカーじゃなくてもいいと思うんですけどね、ブログに関しては。まあ、自分の,その気に関する、まあ、エネルギーとか、そういう話に関してのブログ。 今今後、えー、この5年に関して、えー、2020年とかそこあたりまでもうその気に関するとかあのー、オーラとか波動とかまあそうあとスピリチュアルまあそれを全部まとめるとスピリチュアルになっちゃうんですけどまあそっち系がもう需要がすごく増えるんで今のうちに作っておくといいと思いますねうんうん人はなぜ生きるのかっていうところですねもうあの昔と違ってその ある程度も普通に飯食えてるんでもちろんその収入の格差はありますけれどもまあその戦後敗戦から比べるともう飯食えずに死んでくって餓死していく死んでくって人はあんまり日本ではいないですからうんだからもう物欲から物欲からなんだろうな違うその層に今言ってるんでねだからまあ大野さんの伝えたいメッセージっていうのはブログとかでまあ特に雨 あのそのもしジャンルで行くんだったらアメブロがすごく集客媒体はすごくいいんで、うん、まあワードプレスで作ってもいいですけど、うん、そうですねまあ今回そのコピーライティングの2期でお配り道場の2期で配ってたやつを無料でプレゼントしますんでそれ見ていただくと多分何かしら自分のエッセンスに必ず役に立つんじゃないかなとで既にもう1000文字書いてみたとか大野さんの場合はできるんです素直にだからそこで学んだことを自分なりに 汲み取ってあとはまあそれを文字に起こしていくっていうことをやればまあ今書いてる文章に対してプラスアルファエッセンスが組み込まれるんじゃないかなと思いますはいまあね内容はすごくいいですから是非、えー、勉強していただいたあとはまあ実際にそれを活用していただければなと思います、はい、まあ、多分ねそこのブログをしっかり作れるようになったブログからの、えー、集客そして、まあ、マネタイズもできますんでうん 頑張ってください、はいまあ、今日ですね僕あの鹿児島行って、まあ、7月ですかねまた7月大阪多分ちょっと行くと思うんで、まあ、その時またいろいろとお話できればなと思いますはいということで今回はですねアンケート大野さんのまだ知られざる実態を聞かせていただきありがとうございました、はい、まだまだ僕もね未知数なところがありますんで謎,謎ですから僕実はねロボットなんですよね <laughs>、まあ、ロボットじゃないですけど まあそんな感じで、はいろいろと謎を解き明かしてみましょう。ありがとうございました。